はい、というわけでですね、じゃあこの辺り、私の今後の予定なんかをちょっと言おうかななんて思っちゃったりして、はい、拍手。あのですね、私今日はこの後、武蔵小金井にあるうるまさんっていうライブハウスでアニソンナイトに出るんですけど、ちょっと時間がないのでもうこのまま行こうかなと思って多分ね、犯人だから捕まらないと、そう多分大丈夫だから、一応ライブハウス側にも来なかったら捕まったと思ってって言ってあるんで、はい、で同じからで今日、この後ね、アニソンナイトあるんですけど、なんかね、往年の優先大賞から紅白にね、人気歌手が車で移動するみたいなね、って、あれ、意外とポカンとしてます、ちょっと昔の話、で、あとはその同じうるまさんで、11月の11日に、武蔵小金井なんですけどね、昭和歌謡、よくご存知で、はい、昭和歌謡ナイトがあって、はい、そこは木と大焼けと田んぼの田のあと聖子というか、ココダ聖子ちゃんっていう方と一緒にちょっとね、ユニット組んで昭和歌謡なんかを聖子ちゃんだけじゃなくて、いろんな盛り上がる曲やろうと思ってますので、ぜひぜひよろしかったら来てください。ありがとうございます。はい、ついでに11月の17日にも土曜日、そのうるまさんでボーイナイトっていうのがありまして、氷室京介の友達のボーイナイトに私ギターでちょっと出ますんで、はい、こう見ても私布袋友達にすごい影響を受けてますんで、多分見て分かると思うんですけど、すぐ分かると思うんですけど、布袋友達の影響すごい受けた実はギタリストなんですけど、ね、今日のオケも私ギター自分で弾いてるんですよ。これシーン、これはさっきもらってカラブリはい、そんな感じですかね。あと私一応 Facebook とか Twitter とか YouTube のチャンネルとかも一応やってますんで、よかったら検索していただければ、多分一番トップに福岡あたりのデリヘル城が出ると思うんですけどね。そうなんです、サオトメさっきなんか こんな出るんですけど、はい、私も出ますんで、よかったらねフォローとかメッセージください。はい、よろしくお願いします。じゃあ私の曲も続いて最後の曲になりました。そんなことないない。何それ。新しい、はい、最後の曲なんですけど、いろいろ仕込みもありますんで、皆さんよろしかったら盛り上がってください。I'm not afraid to die.
ちゃんといえばこれじゃないか。あ、ギター。私と歌ってください。私じゃない。いや、あなた誰？拙者と。誰？拙者。拙者ももうちょっと。これね、これすごい残念なの。ね、残念。ね。前はね、ちゃんと雲なのに、そうそうそう、後ろがすっごい残念なの。私が作ったんじゃないんだけど、なんでこんな残念な感じなの。雲男じゃなくて、ゴキブリ男。ゴキブリ男。残念。さ、あの、さきちゃんに曲、はい、ちょっとコラボってほしいなと思って。どうします皆さん。いいかなぁ。あれ、なんか。いけますか、大丈夫ですか。いけます、酸欠にならない。見えますか。え、私が代わりにつけてみましょうか。ゴキブリか、ゴキブリ隠し。じゃあちょっと待ってくださいね、準備しますんで。なんかすごいね、スパイダーマンが空が 前に出てきてくる。あー、あるあるある。よかった、ゴキブリが隠れて。あ、隠れてないよ。隠れてない。なんか羽が入った。ゴキブリ余計気持ち悪い。ゴキブリ飛ぶもんね。飛ぶ。なんでこの後ろ側になったの。シュー。なんかすごくマッハで飛びそうだよね。シュミルクシーお給料お願いします。はい、はい、OK です。はい、じゃあ聖子ちゃんと言えば攻撃をなすのが明菜ちゃんですね。すみません、この格好で明菜ちゃんを歌います。Thank you.
引き続き、セッションタイムになります。あのダンサーの方準備お願いしますね。ピンクレディー、ピンクレディーです。すいません、はい、最初のペーパーね、ウロンちゃんね、はい、ギターは先ほどの早乙女咲ちゃんで、ドラムが今日のこのピンクレディのために来ていただいたキッシーさん。でダンサーがなんと埼玉から来てくださったテル&タコ。すごいですから、この2人は、この2人は全部持ってっちゃいますから、はい、私が何かぶっても全部持ってっちゃいますから。はい、目線は三角です。多分もっと真ん中、
いいのよ、自分の顔だけど、うん、はい、手がプルプルしてるじゃあ、OK かじゃあ、テル&タコーナーペッパーケーブル、カンペは揺れちゃダメだよ、
ありがとうございました。